こんにちは。今日の講義は書籍とことん稼ぐ低位株攻略ガイドについてです。この本は個人投資家にとって特に興味深い内容を提供しています。低位株というと多くの人がリスクが高いと感じるかもしれませんが、実はその中には大きなチャンスが潜んでいます。この本では低位株投資の基本から始め、その魅力や選び方、そして儲けるための具体的な戦術まで幅広く解説されています。低位株は一般的には安い株価で取引されているため、初心者や少ない資金から始めたい人にとっては手軽に投資を始めることができる銘柄となっています。しかし低位株にはリスクもあります。業績や財務が悪い企業も含まれているため注意が必要です。この本では安全な銘柄の選び方やリスクを最小限に抑えるための戦術も詳しく説明されています。特に株価の動きやパターンを理解し、タイミングを見極めることが重要とされています。低位株の魅力は株価が上がる時の上昇率が高いことや大きなリターンが期待できる点です。本書ではこれらのメリットを最大限に活用するための5つの戦術が紹介されています。それぞれの戦術には具体的な銘柄の選び方や売買のタイミング、そして成功するためのポイントが解説されています。また本書では低位株投資の歴史や過去の市場動向を元にした分析も含まれています。これにより現在の市場環境や将来の展望を理解することができ、より賢い投資判断を下す手助けとなります。投資は確実なものではありませんが、知識をしっかりと身につけ計画的に行えば大きな利益を得ることも可能です。この書籍は低位株投資に興味がある人、またはこれから始めたいと考えている人にとって非常に価値のある一冊となっています。この書籍は低位株に対する一般的な偏見や誤解を払拭することに成功しています。多くの人々が低位株についての知識が乏しく、それがリスクを高めると考えがちです。しかし実際には適切な知識と戦略を持って取り組めば、低位株からも大きな利益を上げることが可能です。この本を読むことで個人投資家がより多くの選択肢を持ち、多様な投資戦略を採用することが促進されるでしょう。特に初心者の方々が投資の世界に足を踏み入れる際のハードルが低くなる可能性があります。低位株投資の成功事例や具体的な戦術が示されていることで信頼感が生まれ、より多くの人が挑戦する勇気を持てるようになるでしょう。またこの書籍は投資におけるリスク管理の重要性を改めて認識させる役割も果たしています。投資は確かにリターンを追求する行為ですが、その裏には常にリスクが伴います。この本が読者にリスクを理解し適切に管理する方法を学ばせることで、より安全で持続可能な投資活動が行われる可能性が高まります。さらに低位株投資に関連するテーマやトピックは多岐にわたります。例えば企業の財務分析や業績評価、市場の動向分析など、投資に関わる幅広い知識とスキルが求められます。これらの要素を深く理解し総合的に考慮することで、より高度な投資判断が可能となるでしょう。この書籍が投資教育の一環として採用されることで、教育の現場でも投資に関する知識が普及し、若い世代が早い段階で資産形成の重要性を学ぶことができるようになるでしょう。投資は長期的な視点が求められますから、早い段階での学びは将来の財務計画においても大きなメリットをもたらすことになります。このように一冊の書籍が投資者だけでなく教育機関や金融機関、さらには一般の人々にまでポジティブな影響を与える可能性を秘めています。低位株投資という特定のテーマを通じて、投資の基本的な原則や戦略、リスク管理の方法など多くの価値ある知識とスキルが身につけられるという点が、この書籍の最大の魅力と言えるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康的な体があってこそ、豊かな人生を送ることができるからです。健康で美しい体は、自信を持ち、積極的に行動することができます。そのため、健康管理や美容への投資も、読書や勉強と同じくらい重要なのです。それでは健康管理や美容に特化したサービスとして、
ライザップの結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンを紹介しましょう。結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供するパーソナルトレーニングジムです。このジムでは、専属トレーナーがクライアント一人一人に合わせたプログラムを作成し、食生活やメンタルの管理も含め、トータルでサポートしています。また、30日間の無条件全額返金保証がついており、安心してトレーニングに取り組むことができます。プライベートな空間でのトレーニングなので、これまでジム通いが苦手だった人にもおすすめです。一方、ライザップウーマンは、女性専用のプログラムを提供するライザップの新しいサービスです。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなども含めたトレーニングメニューを提供しています。また、食事管理も重視しており、低糖質だけでなく、女性に必要な栄養を考慮した食事アドバイスを行っています。さらに、美容マシンや美肌に効果的な機器も完備しており、トレーニングとの相互効果で効率的に美容と健康をサポートしています。これらのサービスは、健康管理や美容に関心のある方にとって、新たな選択肢となるでしょう。ダイエットだけでなく、健康的な生活を送りたい、美しい体を手に入れたいという方にとって、ライザップのサービスは価値のあるものといえます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。